皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケジャジマです。今椅子が来ました。こちらのでかい箱の中に、椅子2脚入ってます。開けてみていただきます。うわ、私も座ってみよう。おー、いいね。入りたいんだって。ここ入りたい。いざが마음이안고싶대안쳐주세요。待って待って。ちゃん、おー、いいね。わー、ここかっこいいですね。これ何の、あ、柔らかい。これ鹿の皮ね。分かった。どいて。今度そっち座るのか。ここ嫌だ。どうですか、イブちゃん。いい？はい。はい。はい。椅子が来ましたよ。しかし。こんな感じです。でこちらの下の材料っていうか素材もすべて天然で環境に優しい素材でできております。下はこういう風になってますね。こういう風になっております。座ってみて。気持ちがいいみたいです。座りたいね。バン、どうですか、どうですか、うん、いい、うん、結構ふかふか、ふかふかだね。あったかい、あったかいね。おしゃれー。どうよイブちゃん、いいねーわ、イブちゃんいいねーねーわ、イブちゃんねーわねー、いいねー。浮いてる、浮いてる、浮いてる。ニンニク焼きました。あとこれ韓国の、サムジャンって言って焼肉用の、味噌です。こちらは、唐辛子、韓国の学生さんにいただいたんですけど、そちらをちっちゃく切ってね、焼肉の時に食べます。肉も焼いちゃいました。でこちらはサンチュです。大きい葉っぱだったんですけど、半分に割りました。その方がね、たくさん食べれるので、はい、割りました。
通らない。通らない。ちょっと待ってくださいね。開けていくしかないかな。ちょっと待ってくださいね。ほんじゃパパ起こしてきて。パパ。開けてもいいですかね。あ、はい。来てね。はい、注意ね。もうちょっと上に上げる感じで。気をつけて。はい、こんな感じで。はい、ありがとうございます。いいですかね。はい、すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。寸法を測らないといけないですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、こっちとこれが多分ほうちゃんのだね、うん、これが長男。重い方が山田くだ。あ、そう重い方が千代のだったね。こっちの方が軽いだら。あ、こっちだ、こっちだ、こっちの方が千代のだね。色が若干、あ、色が違うね、うん、ほうちゃんの方が明るくて、ね、千代の方が茶色。はい、オープン。はい、オッケーで、まあ、こういうシンプルな、机でございます。一生使えるシンプルな机。お、引き出しは一つしかありません。引き出しが一つしかない理由はシンプルに今日やることだけ入れて使っても片付けると、なんで子供の机の下の収納が多いとすぐくちゃくちゃになっちゃうから、もうシンプル2個でいいよっていう主義ですね。はい、次は次男の机オープンしたいと思います。いいですね。さあ、ゆっくり開けてみてください。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じです。じゃあ今から机を、はい、セットしてみましょう。はい、こっち向きで割りながら行くよ。せーの、こっちこっち。 OK、 椅子セットお願いします。パン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 。はい、こんな感じです。机と椅子の色はちょっと違うんですけれども、本人が、好きでね、選んだんで、まあ、これでいいと思います。こちらは長男の机と椅子ですね。こちらも色は若干違いますけれども、本人が選んだのでいいと思います。冬休みの日誌をしてます。急に一つ考えました。はい、今日こういう風に椅子と机が届いたので皆さんにお見せしました。最後まで見てくださってありがとうございます。待って、なんで、え、こういうブロックして、ここにご飯するの、何するの。はい、ご飯かけます。ご飯、え、何するの。なんか私、何え、あれ私巻かれてるけど、これ何ですか。銀歯だよ。銀歯、のり巻きなの私。何のり巻きなの。山桜のり巻き。のり巻きなの私。何のり巻きなの。山桜のり巻き。なんか昆布巻きじゃねえこれ。猫縛り。